前さん茶だうまそうな茶じゃもらうとするか <laughs> しみれこいつを飲んでるとエマの父を思い出すエマ殿の父上とは 道元。あいつは希代のくすだったそしてからくりにも明るいいやからくりバカの息か人、とふざけたやつだがわしの恩人よああお前さんの恩人でもあるぞどういうことだ 腕を失ったわしに道元が作ってくれた。今はお前さんの左腕にあるそいつをな、もっとも義手作りも初めは思うようにいかず、幾度も幾度も作り直してくれた。<laughs> どうした忍び義手を。 まともに動かす修練じゃと言ってなエマにせがまれ駒やら何やら掘らされたものじゃそうしたことを重ね忍びの牙と呼べる代物となったいわば忍び義手は道元の忘れがたみじゃ忘れがたみ 随分と経つ、うん、忍びを捨てたわしじゃがそれだけは捨てられなんだわ酒を持ってきたもらうとしよう に会わぬかいやうまいああじゃが傷がうずくのよその左腕かああこの酒を好きなお方に <laughs> 切り落とされたのじゃそれは 心様よ何故一心様が、うん、切ってくださったのじゃええ飲まれかけたわしのためにな何に飲まれかけたのだ 修羅、うんうん、まあ信じるか信じないかはお前さん次第じゃがせいぜい気をつけな修羅の影にな酒を持ってきた猿酒か 相も変わらず、辛い酒だだがこれが懐かしいよく飲んでいたのか猿どもの住む谷そこで忍び修行をしておった一人かいや二人でじゃなわしらははぐれ忍びまともな死はもはやおらなんだ 故に落ちれば死ぬる谷でただひたすらに駆け飛び刃を交えるそのような修行を重ねたじき猿と変わらぬほどには動けるようになったわうん <laughs> 修行に飽きるとわしはこの猿酒を飲んだそして あやつの泣き虫の指笛を聞いた鳴き虫変わった指輪があってなそれをはめて指笛を吹くと谷に悲しげな音が響き渡るのじゃ不思議とわしはその音が好きでなよう吹いてもらったものよ 酒を持ってきたおお、流線か。随分途上者だ。もらうとしよう。実に染みる。やはりこれじゃ。よく道元と飲み交わしたもんだ。エマに。 釈放してもらってなエマ殿とは長い付き合いなのかああずいぶん前に戦場で拾った戦場じーっとずーっと握り飯を睨んできてな面倒だからくれてやったそしたら何やらついてきてなそれから なんだかんだあって共に芦名に厄介になることになった道元の養女になったのもその時よふン、うん、まあどこだろうが忍びといるよりゃよほど幸せじゃろうではなまた久しくらいなら貸してやろう